こんにちは、まさおみです。本日ですね、100円ショップのセリアに行ってきました。セリアでこのようなものを、発見しました。はい、このようなものを発見しました。ハーバリウム、ハーバリウム専用オイルと書いてあります。で、急遽作ってみようと思い動画を撮ることにしました。で、用意したのがですね、こちらの瓶、上から見るとこういう形になります。はい、こちらの瓶でございます。このような形です。で、ここ見てほしいんですけど、こういう風に立てることもできます。上から見るとこういう形にで立てることができますね。で、あともう一本買ってきたのがこちらの瓶でございます。はい、上から見るとこう、横から見るとこうですね。長細い瓶になります。素材なんですけれども、素材も全て100均でございます。はい、まずこのようなものですね。ちょっと今回は赤とかピンクとかで攻めてみようと思いまして、このような、これも全部100均でございます。初めてやるので分からなかったので、こちらのなんかピンクのカラーオイルも買ってみました。こちらも全てセリアで揃います。とにかくですね、今回用意したものは全てセリアの製品となります。買ってきたものを全て出すとこんな形になります。こちらですね、全て押し花ですとかドライフラワーとなっておりまして、100均でですね、このような商品が揃うということはもうものすごいね、こういう趣味に関しまして便利になったなと感じますね。はい、で、問題なんですが、こちらの瓶に入れていくわけですが、だいたい長さがこんなものでございます。ですので、まあ、ちょっと切ったりですとかすると全て入る形になると思われます。で、こちら見る形によりまして、まあ、なんと言えばいいでしょう、ジグザグに見えるような形の瓶となっております。まあ何にしてもね、初めての体験なのでお試しで作ってみたいと思います。なるべく赤から派生したようなグラデーションを彩れるピンク系にしたつもりでございます。はい、それでは作ってみましょう。はい、まずはね、イメージとなるものを並べていってみたいと思います。このぐらいですよね。そうですね、大きいものから並べていった方がいいのかな。瓶の底がここなので、こういう形でこれをでは入れてってみましょう。もし入るようであれば、改良の余地がありますね。イメージはこうなんだけど、どうなることやら。よいしょ、入んねんのか。うわ、入らない。なんで、これで終わりかな。はい、こんな形になりました。あと、まあこれでいいかな。ちょっと入れてみようか、液を。
こちら入らなかったんですけど、あとは調整をしながら入れてみたいと思います。で、先ほどのこちらなんですけど、開けてみるとこういう液になっておりまして、本当にちょっとしか入ってないね。これ直接入れない方がいいかなと思うけど、入れてみよう。よいしょ。投入します。ゆっくりゆっくりと入れていきます。1本に対して、まあ、大体このような、あ、ここぐらいですね。先ほどは透明な液を入れたんですけど、今度は紫じゃない、ピンク、ちょっとピンクがかった液を入れてみたいと思います。どうなるんだかね、合成されちゃうんだか。わかりませんが、入れてみたいと思います。ああ。やはりですね、一度何かに移してから入れ替えた方が成功はすると思います。ああ、なるほどなるほど。なんかすごい微妙な感じで分かりにくいかもしれないですけど、一番下の方にピンクの液が沈んで白の方が浮いてきたように感じます。で、やはりですね、こう見ると今のところ何と言えばいいんでしょう、体積というかだいぶ浮いてる。こんな感じで残っておりますので、じゃあ全部入れちゃいましょう。全部というか入れられるもの入れて、でかいの入るね。なんかちょっとピンクの主張が強すぎるんだよな。はい、作り終えてみまして、このような形になりました。どうでしょう。まあ全然悪くはないと思うんですよね。で、余った素材がこちらになります。で、こちら、はい、こんな形にもなっております。で、作り終えてみてですね、そうですね、
すべてセリアで揃うというのがまずお手軽、なかなかいいのができたんじゃないでしょうか。こうパッと見る感じだけど、でこちら余った素材になります。こちらですね。でこういう形でうっすらとここら辺がこの辺がピンクなのわかるでしょうかね。これピンクの液だと思われます。でこのような形になりました。でまずですね、素材がすべてセリア、今回はセリアを使ったんですが、もしかしたら違う100均でも揃うかもしれません。ちょっとわかりません。でまずこのドライフラワーとか押し花とかこういうのが100均でもね揃う時代になったんだなというのを実感しております。素材は瓶、押し花、あと先ほどこの液ですね、液をまあ液を何個か買ったので、それすべて含めましてすべての代金で1200円だったと思います。1200円でこのようなものづくり体験というかそういうのができるのであれば全然安いんじゃないかなと思います。でこれを機にね、趣味としてやるのであれば、もしかしたら駅は、ホームセンターですとか手芸店とかで買った方が割安になるのかもしれないので、そこら辺は個人で調べてみてください。はい、やってみた感想なんですけど、もうこう結構なんて言うんだろう、初めてにしてはよくできた方なんじゃないかな。なのでなんだろう、これ今回ピンクというか赤というかで統一したので、今度はね青とか緑とかで統一っていうか青系統とか緑系統のものを作ってみたいなと思いました。でこの細さのやつをさ、こう隣に並べてったらまたそれはそれでね綺麗になると思うので、なんだかんだ言って手軽な趣味としては面白いなと思いました。ちなみに本当に、やったのは初めてなので、もしこれを見て興味が湧いた人いましたらやってみるのもいいのではないでしょうか。あとですね、やはりですねピンセット必須です。長いピンセット売ってたので、次青を作るつもりなんですけど、もう面白かったんで青を作るつもりなんですけど、ピンセット買ってきようと思います。あとですね、注意点としまして、やってみて分かったんですけど、やはり多少浮いてきてしまうんですね。はい、多少浮いてきてしまうので、その辺も考慮して作られたらいいのではないかなと思います。近くで見せましょうか。はい、このような形になりました。あとはもう瓶ですよね。瓶のどういう瓶にするかによりますので、まあもしこれを見て興味の湧いた方は作ってみるといいんじゃないでしょうか。というわけで、今回はこれで終わりにします。ではでは、見る角度によっては見えるかな、ここね、やはりですね、ここピンクなんですね。ここがうっすらと筋入ってるの分かりますかね。これやはり比重が違うのでピンクの方が下に来ていると思われます。この辺ももし作る際には参考にしてみてください。